実験の様子像の歯磨きとは、加酸化水素水の分解による化学反応である。この反応は、治薬の種類が少なく、また泡の噴火のような派手な反応を起こせるため、学校での演じ実験に用いられる。これは、マシュマロ実験とも呼ばれるが、スタンフォード大学で行われたマシュマロ実験とは、全く別のものである。白い泡が発生している反応を濃い加酸化水素水に、 石鹸水や洗剤など泡立ちやすい液体を混ぜる。その後、過酸化水素水を酸素に分解させる触媒となる、溶化カリウム、またはその個体を混合液に溶かす。すると石鹸水が酸素を捉えて泡立つ。少量の過酸化水素水から大量の泡が勢いよく、発生するので泡はすぐに容器から溢れる。また、泡に色をつけるために触媒を加える前に、 着色料を混ぜることもある。酸素の発生を確認するためには、泡が発生しているそばで木片に火をつけて燃やせばよい。しかし、この実験では、濃い加酸化水素水を使うため危険がある。安全な条件下でこの実験を行う際には、3%から6%の薄い加酸化水素水に触媒として、ドライイストを加える。先日の実験と同様に、酸素によって、 大量の泡が発生するが、反応は、遅く、穏やかである。あと処理は、反応が終わって、泡が十分冷めてから大量の水と一緒に、下水道に流せばよい。この反応は、過酸化水素が触媒によって分解する反応である。過酸化水素は常に、酸素の気体と水に分解しているが、その反応速度は観察するには、極めて遅い。 しかし、それ自身が反応によって消費されることなく、反応を促進する触媒を加えることで反応を加速させることができる。ここでの触媒は溶化物イオンであり、溶化カリウムから供給される。溶化物イオンと加酸化水素は火器のように反応する。この反応は発熱反応であるから、発生した泡は熱くなっている。ありがとうございます。